ここの足がね、渡辺さんまたいいんで、これ差し切りまで全然あるなっていうのと、うん、これ逆に市橋君がもうポーンとスタート鼻切っちゃうと結構ゆったり回れるんで、はい、そうだと渡辺さんはまあ差し詰まる可能性があって、前田さんが外前行って、うん、ね、渡辺さんがちょっとでも舳先かかれば多分届いちゃいます。ほー、ちょっとでもかかれば、ここ舳先がかかればここで出口でパチンとやるとこう下がっちゃうんですけど、それさえされなければ粘っこく引っかかればもう多分捕まえるぐらいの足はしてるんで、一橋君にとってはもうスタート余裕持って行って、うん、一番、まあ、言ったら2番をちょっと牽制しておいてブーンと先回りして、うん、渡辺さんがまあレースしにくくなるんでね。でも渡辺さんがきっちりさせれば渡辺さん届く足はもう十分にあるんで、今のスタート時見てもらったら分かるようにちょっと伸びかけなんでね、はい、うん、牽制しておいてブーンと先回りして、うん、渡辺さんがまあレースしにくくなるんでね。前田さんが外前、うん、で浜田さんは左右打ち差し、うん、こうなるんですけど、でまあ岩川君はここ狙い、はい、だから狙い目やったらこの岩川君の暇穴とかね、足はすごくこのエンジン本当畑田君本当フライング切っただけでむちゃくちゃ出てたんでね、はい、で展示もまあ悪くないですし、浜田さんが売れるなら岩川君の方が面白いから、でも5コースのまくり出しっていうのは不特定、ね、確定部分でもないんで、まあ、難しい部分はあるんで何とも言えないですけど、うん、足自体はいいのは確かです。船足はね、船足は問題ないです、はい、ただ田口さんは昨日より明らかにもうこの辺の足が良くなってますね。うーっとこの行く時の150、85、45ぐらいまでの足が、ここから先は多分そこまでこう出ることはないと思うんですけど、この辺の足がいいっていうことはイコールここにつながってくるんで、ね、足はこの足につながるんで、はい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 、多分左右スコンとさせてもこうスススッとこう抜けてくる足が昨日で残角に良くなってるんで、まあ、この辺のターンのつかみも昨日でこの辺キュッと掴んでるんで、うん、よくはなってますね。だスタートパチンといって、まあ、こうなるなら最速トンと最速して倒れていってくれたら、うん、もう申し分ない展開ですし、出てたこれ山田キョロ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 しとった山田エンジンは出とったんや。だってこの日枝くんも出とったやん。そうやん、一向にあの期待に応えてくれへんくてね、もうこれこれもうあれか、首動かしすぎて痛なったんね。だからこれ中島狙い目や でこれ山田も出とるって書いてあって、うん、6ときて2ときたからおっと思ったけど、あの2頭の時のあの首袋みたいで90こっち見てっつって300度ぐらい回っとったんで、そんな曲がらへんわ、そこまで見るなよ。あとこの中島優子、この選手のエンジンはこの日枝選手が期待をして裏切ったエンジンね。私は1回も答えてもらわなかったですけど、立山さんは1回だけ答えてもらったんですよ、うん、1回だけ来たんやね、はい、これがさ出てんのか出てへんのか分からんのこのエンジンね、うん、本人は出てるけどまっすぐだけの足やったんかも分からんね。うん、だから今日の朝のレースはまあまあ良かったよね、中島選手、うんうん、